はい、スタッフライフです。続きやっていきたいと思います。雪ですな、今雪は問題ないんで、ただ、水はやらないといけないと。雪でも、おーっと、イチゴがなってる。完璧。イチゴの BB、正直何もやってないんでね。おじゃがの実、イチゴあげましょう。はい、人参もうすぐ花が咲いて収穫時期かなって感じですね。さあ、イチゴの収穫ができたので105円、30円で買って105円。携帯電話にメモしとかないといけない。携帯、あれ、どこ行った携帯の場所分かんなくなっちゃった。え、どこ行った、どこ行った携帯。え、やばくない、携帯がないことの方がやばいんだが。え、これ携帯どこやった。まあいいや。70円ですね。70円の利益と、75円か、75円の利益と、ちょっと待ってよ、携帯はどこや、わかった。先ほどね、あの水を飲みに行った際に、置いてきたということでさあね、メモだけしとこう。メモだけ、ここですな。いちご利益、105円で、栽培日数が8日だったっけかな。これあんまり見てなかったな。これ5日か8日だよな。多分8日だったと思う。で、こうやって見ると、今んとこのデータで見ると、秋は完全に観賞育てるのがでかいですね。170円。で、メロンも160円でかなりでかい。いちごの利益少ないな。おじゃががどうかだな、こうなると次。スイカが135円。果物系にしては、いちご低いですね。こうやって見ると。まあ、A とか B とかの価値でも違うんだろうけど、まあ、私の調べでは今のところそんな感じですね。株は本当に早いけど安い。株を育てるあまり意味ないかもしれないですね。わあ、これすげえ。このさ、家の中からさ見える景色が、雪ちらついてたりする。細けえ。どうぞ。よし、朝ミルク、俺あれだわ、取ってねえわ。イチゴに釣られて何もしてねえわ。動物たちに朝のルーティーン。あー、出てる。
嬉しい。さあスターモーがついに取れましたね。さあ価格の差はどれぐらいあるのか見てみましょうか。スターモー場合によっちゃもうノーマルモンは売るぐらいの勢いですよ。ヤギミルク知らない、なんか変なもの入ってるけど倍はやばい。てかヤギミルクって俺知らんかったのだが何それ。えどうやって、じゃあヤギミルクってあれだくれたんだ、あのルーが、ルーってかテイか、何かと思った一瞬。ヤギミルク高くね、やばくね。ヤギミルク500円、牛とか育ててる場合じゃねえじゃん。もうそうなったらやばすぎ、それはやばすぎ。よしよし。でも昔と違ってこの鳥をね外で、あごめん、放し飼いしてても、なんか襲われないっていうのはでかいっすよね。狼に食われてたんだよね昔。襲われて怪我をしてしまったみたいな、なんかわけわかんねえことあって。そう考えるとだいぶ違うっすよね。やば、主人公も大概やばいけどさ、やばいよな。ナミもやべえけどな、ちょっとこいつらマジ季節感ねえよな。ごめん、マーベルさん、ここはちょっとこだわろう。こんなさ寒い日にさ半袖とかタンクトップで歩いてるやついねえって。ほのぼのライフとは言えよ、とはいえ最低限の服のチェンジみたいなのはした方がいいと思うな。それはやっぱその女の子だけでもいいからしてほしいかな。あのマラソンはどうでもいいわ。女の子はちょっと厚着したり薄着したりっていうのはあった方がいいと思う。じゃないとそのね、男の子とかもそうだけど、自分の好きな相手とか結婚するであろう相手がこうね服変わってるって嬉しいだろうしっていうのはしてほしいかな。睡眠中か、すまへん。ちょっと結構今日早めに、まあちょっと水やらないといけないんですけど、水やるか。さっき、いや先に水やるんじゃなくて先にあれ行こうか。発掘に行きましょうか。発掘終わらします、終わらせますっておかしいけどやります。今日発掘を先に進めてでから水をやってって感じにしたいですかね。でも牧場物語って本当に息長いよなって思いますよね。めっちゃあるじゃん今日。やりますやります。もう出ちゃってんもんね。自分がほんと小さい頃からあるんで
で30年あるんだろうな、もう30年ぐらいあるんだろうな、スーファミからって考えたらすごいよな。でちょうど昨日がね、バレンタインだったんで、嫁がくれたクッキーとマフィンを食べていきたいと思います。クッキーは昨日食べきっちゃったんですけど、マフィンは残してたんで食べちゃいたい。でクッキーがちょっとね、普通のクッキーと違ってなんかフランスパン粉を使ったショートブレッドっていうようなあのクッキーで、腹持ちがすごいしてっていう結構美味しいやつだったんですけど、あれもなんか正直素朴な味がして、普通のクッキーも好きなんですけど、俺はショートブレッドも好きだなって思いました。とりあえずマフィン食べます。うめえ。うん。はじめ一口目は全然そのね、そんなにこう甘くないっていうか、そのはじめは何もないんだけど、これ噛めば噛むほどっていうか、ちょっと時間が経てば経つほど甘いのと香りが口の中に広がって美味しいっすね。うん、うまい。で上にくるみが乗ってんすね、これ。うん、くるみだ。あ、美味しい。味変だ、これ。うめえわ。うめえ。で、渡された時に、嫁からなんか言われたのは、なんか、全然いつもより、身が詰まってるみたいなこと言われたんですけど、こっちの方がうまいかも。身が詰まってる方が甘いから、うん、分かんない、ちょっとなんか食べ比べをしてないから分かんないけど、どっちもうまいんだけど、うん、やっぱりその減塩とか甘さ控えめとか、まあ、いろいろあるんですけど、スイーツってやっぱりちゃんとこう使ったもの、バターとか砂糖とかの方が美味しいですよね。どうやっても勝てないわこれは。今な、そのアレルギー物質入ってないものしか食べれない人とかもいるから、全部が全部その方がいいとは言わないけど、でも米粉とかでなんか作って面白いかもな、こういうのも。アレルギー物質をね、食べれない、アレルゲンのないものがしか食べれないみたいな、子供用に作ってもなんか面白いかもね、ベビーカステラとかも。レシピ開発してみた。子供でさ、お祭り楽しめないのもなんかバカらしいよな。かわいそうっていう感情じゃなくて、なんかそうじゃないじゃんっていう、子供が楽しむものじゃんって、祭りってメインはさ。なんか大人の
なんだろう、信奉性みたいなのもあるけど、なんかね、作物が実りますようにとか、健康でいられますようにみたいな祭りっていうの多いけど、でもそれも基本的には大人が楽しむための口実じゃん、祭りなんて。で、大人か子供か、それどちら楽しんだ方がいいって、もちろん子供に決まってんすよ。だからそういった時に食べれるようなベビーカステラを作るのもいいかもな。ただそれやるとな、マジで日地産業すぎて一般の人に売れないからみんなやらないだけだって、その日。ある程度の売り上げが見込めるんだったらみんなやると思うんだよな。で、そのためにみんながそっちを選んでくれるかっていうのはすごく大事なことだな。マジでマジでこいつ、花の価値を分かってないやつに花をやる必要ないな。自分がアレルギー物質を持ってない人間だから、あんまりね、ほとんど食べれちゃうっていうのがあるから、すごくね、なんて言うんだろう、いやあ、その人たちの気持ちを分かった風にはなれるけど、結局分かりきれないっていうのはありますよね。で、多分分かったところでそれは一過性のもんだし、多分俺はそれを継続して何か取り組めることはないけど、レシピを開発して販売してみるのはありかなって思う。お、魚、魚やる魚。ちびふけ酒、うひょー、やる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 。魚吸っとくか。そうか、俺がもっと金儲けられるなって、 YouTube とかでさ、そのね、費用が儲かったりとかしたらイベント打っちゃいいんじゃん。アレルゲン物質の入っていないお祭りイベント、キッチンカーメモしよう。それ面白いな。俺はそういうのやるために生まれてきたんだと思うわ。面白そうじゃん。メモしとこう。これは俺の人生ノートにメモしたわ。こうやってちょっとずついろんなことを話してアウトプットして、俺はいろいろ思いつくんだろうな、きっと。わかんない、やってる人がいたら申し訳ねえ。なんかやってる人がいたらそれはもう乗らせてもらうわ。調べてみるか。
個人でアレルギー対応してるみたいなお祭りの屋台とかはあるけど、ねえな。全部が全部アレルゲンがないっていうお祭りはない。そりゃそうだよね。やりてえな、やりてえわ。それはそれは丸亀とか水戸とかでやりたい。四国名物にしたい、そういったお祭りも。こうやって四国名物を一個ずつ作んないといけないよな。それは香川だけじゃなくて徳島、愛媛、高知全部合わせてやるっていう。ちょっと他の県の方からのご参加をごめんなさいみたいな。キッチンカー一旦ね、初めは。やっぱり県内で一旦需要を賄ってっていうのはやらないといけないのかなと。うん、でもどうなんだろうな。そこにビジネス持ち込むのが違うか。キッチンカーも県外から入れるようにして。うん、そうだな。間に合うのか、間に合わないよなこれ。大丈夫か。確か春まで行けたから。県外からも県内からも全部、四国外からもお誘いして、アレルゲン物質のないレシピ持ってる人はもう皆さん来てください、四国に行ってやるのが一番いいな。うん、それはやりたい、やりたい。イベント開催とか場所を抑えてちょっと参加費かかって、急に安定したからびっくりした俺。もう寝させられるんかと思う、強制で。まあ寝るけどさ、ちょっとやばいよねこれね。ごめんね。寝ます寝ます、はいはいはい、寝ます寝ます。はい、ということでまあね、そういったアレルギー物質のないイベントとかやりたいなとか思ってる方いたら声かけてください。ちょっとそういうね、お祭りみたいなのも四国でやれたらなと、水戸とかでやれたらなと思います。はい、なんかそういうのをみんなで作ってきたイベント、もちろん一人ではできないことってたくさんあるんで、面白いなと思った方はぜひコメントしてください。 DM でもいいです。はい、ということで本日はここまでとします。ありがとうございました。